探索のねティア表をね作ろうと思ってね準備してました。ティアメーカーというサイトです。変身プレイアブルキャラクターズ 4.0 メーカーティアリストメーカー、こうやってねティア表作りやすいサイトがあるので、これで探索で強いキャラのティア表をねなんかどっかで作ろうかなと思って、なんか思い立ったのでやろっかな。今の原神の環境で間違いなく探索でね使えるキャラ1位はねフォロワー者です。でその次はまあやらんやろな。この2人は SS に置いていい気がするな。みんなはどう思うよ。背が高いキャラはねちょっと足の速さが速かったりするんですけど、まあ、背が高いぐらいで入れていいのかな、ちょっといろいろ考えて、ね、悩んでるんですが、彩香は入る。そもそもね、彩香とかモナってさ、泳げるやん、地面を。地面を泳げる組は足の速さがそもそも速いです。だから移動速度が速い。で、特に彩香は海泳げるから、海渡れるから、そういった意味でも結構探索のティア表は上の方になると思うよ。ガイアは A は入る。そうね、ガイアは走る時の固有テンプのスタミナ消費 20% 減少がでかいから入りそう。二突陣は S。そうね、SS は入らんかもやけど、S ぐらいには探索入れていいな。みんなのコメント欄の意見を参考にして、探索で強いキャラクターのティア表を作っていこうかなと思います。ディオナ微妙かね。ディオナは入れるか入れないかマジで悩むラインだな。シールド貼ってたらチームの移動速度 10% 上がるんやけど、まあ、わざわざシールド貼るほどかって言われたらそうでもない。背が低いキャラは逆に探索向いてないんよな。足ちょっと遅くなるのと、水辺があるとね走れなくなったり足がつかなくなって泳いじゃったりするから、タイムぐらいになったらいや入るけどね。ちょっと探索向いてるキャラクターは私の独断と偏見で上にひょいひょい上げるわ。カズハ一応ランクインする人も入れとく。モナは入るやろ、ガイアも入るやろ、ジンはちょっと星座にもよるけど入る、レーザーも一応走るスタミナ消費 20% 減ある、ロサリア移動速度 10% アップの、そもそも風元素キャラクターはみんな足の速さ速くなるからとかどう。ウェンティは雰囲気作れるし風共鳴がある。それを受け入れられないものこそ、なんでクキシノブ2人いるの。忍者だから影分身しちゃった。なんかイエランも2人ね、なんでイエラン2人いるんやろ、おもろ。ディシアもまあ昼の間移動速度プラス 10% がある。まあね、リネー、フレミネはちょっと何もわからんから。キララは入るな。トーリー先生。そう。シンプルに強くて使いやすいキャラクターもね、探索に向いてるって考えていい気がするねんな。そう考えたら、勝利先生は入る。なんか螺旋の強さと探索の強さでさ、探索で強いキャラは入れてもいいんじゃないかって思うんだよね。例えば、螺旋で超強いけど、探索だとまあまあになるキャラとかいるやん。チャンリンとかそうじゃない？チャンリンめっちゃ強いんやけど、爆発とか。ただなんか探索のためにね、わざわざ爆発回ってるかって言ったら、ちょっとめんどくさい時もあるかな。このようにライデンは探索有利にはならん気がする。フレミネ入るのでは？フレミネは泳ぐ時のスタミナ消費が 35% だっけ？減るって公式生放送で言ってたね。なこと言い出したらまずリネじゃない？リネは走れるから、イエランの次ぐらいにいてもおかしくない。あ、じゃあ左右。フレミネも一応置いとくか。左右。他どう？八重美子って探索有利なんかな？むずいラインだな。わざわざモンスター倒すたびに設置しなくちゃいけないのめんどくさい時もあるからな。特産品表示系。特産品表示系は地域限定すぎるから、今回はなしにしよう。翔様は、まあありだね。一応風元素キャラってだけで、まあまあ、いけるし。固有テンプで崖登りのスタミナ消費が減る。アルファイゼ、国勢。国勢ギリギリやな。考えてもいい。ナヒーダランクインする理由はシンプルにめっちゃ強いのと、あとあれやね、植物を遠距離でも入手できるから結構ギリギリなラインだな。と背が低いキャラクターは評価下がる理由になっちゃうんで、でもありだね。白術はそうだな、移動しながらでも回復できるし草元素強いからも入れてもいい。あとあれか、一応固有テンプで植物に触れたら回復するっていうこういうテンポある。まあなくても正直体力余裕やから。ココミン探索有利になる要素ある？海の上走れる。あれは違くないか。あれはむしろ海の上走るために70払うん違う気がするな。ざっとこんなとこか。一応北斗が泳ぐスタミナ消費マイナス 20% とかあるけど、水中だとどうなんのかな。平蔵は？平蔵ってなんか探索有利になる効果あったっけ？風元素キャラ。だけじゃね。アルハイゼンがね、まあ入ってもありだなとは思う。スキル長押しでほんのちょっと気持ち上に乗れるのと、あと一応アタッカーの中ではアルハイゼン今一番評価高いんでね。螺旋の使用率で一番高いアタッカーがアルハイゼン 64.8% で、これちょっと螺旋更新されたばっかだデータだからあれなんやけど、今は 70% ぐらいあるとか、
アルハイゼンアタッカーの中ではね異次元の数値してる、まあ、B プラスぐらいに置けそう。え、平蔵って走るスタミナ消費減んの？マジ？知らんかった。え、マジ？だとしたら平蔵もっと使うわ。走るスタミナ消費が減るのはレザー、ガイア、カズハじゃない？平蔵も持ってんや。走るスタミナ消費 20% 減で、しかもカズ元素キャラだったら結構評価上がるで。マジだ。平蔵絶対入るわそんな。まあさすがにそれプラス吸い込みとかいろいろ便利だからカズハの方が上だけど、平蔵もいい線いくなぁな。じゃあもうかなぁ。エアプ、いや神父知らんかった。アンバーもスタミナ消費、アンバーのスタミナ消費は風の翼やん。風の翼開いて滑空してる時のスタミナ消費が減るねん。それは誤差。そもそも風の翼開いて移動することないから。アルベド、エンヒスタミナ減らせるよ。エンヒってスタミナ消費減らせるっけ？銃撃じゃね？単価の印があればあるほど銃撃のスタミナ消費が減るけど、別にダッシュのスタミナは減らない。エンヒの固有テンポは特産品だろ、理由の。うん、やっちゃう、ちゃうね。ざっくり候補はこんなとこか。ディオナ入れてもいいけど、わざわざ移動速度上げるためだけにシールド貼らないんだよな。シンプルに探索で使いやすくて強いキャラも入れるか。総合力のディルック、背高いけどな。キャンディス崖登りある。崖登りだけだと出番はそんなないから、キャンディスはここにわざわざ入らないかな。崖登りプラス風元素持ってる少佐までギリ入れてる。ダッシュも減る？え、そうなの？あー、円比は印があれば全部のスタミナ消費。あー、なるほどね。そんな話したわ。え、じゃあ円比ってあれなの？え、ありとあらゆるスタミナ消費が減ったっけ？なんかそうだった気がしてきたわ。一突で銃撃のスタミナ消費が減る。単価の印一つにつき、スタミナ消費が 15% 減って、貫突したら4つまで持てます。じゃああれか。貫突円比って単価の印が4つあればさ、走るスタミナ消費 60% 減るの。これもなかなか結構やばいな。指風減点円比探索強かったりとか。円比は元素スキルで、単価の印拾えて、一つにつき 15% スタミナ消費減るんよ。で、銃撃のスタミナ消費が減るようになるのが追加で減るのが一つやね。で、10秒間これでスタミナ消費が 60% 減る。めっちゃ走れる。これならまあ、下がれ、敵と戦いながらこうやって補充していけばありっちゃありか、うん、まあ一番下のティアーになら入れてもいいかな。エンヒそれどこの効果？こういうテンプじゃないね。あの単価の印に入ってる効果だね。他になんか候補います？アルベドのエレベーター、アルベドのエレベーターはない方がいい。じゃあちょっとこっから振り分けていくか。道具でもある。個人的に私の考えでもう一回教えてやらなくもない。ちょっと待って、一回キャラクターが勝手に喋っちゃうから、フォロー者にして寿司三昧のポーズ、添付画面開いとけばね、黙ってるんで、なんか急に喋ったりしないんで、寿司三昧のポーズで黙らせます。個人的な考えとしては S プラスは放浪者イエランだけだな。探索2強で A プラスこうやろ。カズハは来る。ジンは2突です。アヤカも A プラに置いときたいな。リネわかんねえ。でもイエランとは明確な差は出なきゃいけない。こうかな。イララ通り、なんかこれぐらいでなんかめっちゃバランス取れてる気がする。モナの探索性能、泳げる、あ、海渡れる、移動速度ちょい早い。レーザーは結構上だな。鉱石掘りやすい。走るスタミナ消費 20% 減る。シフ、そうだね、シフ原点持てんのもでかいね。カズハ S プラスでしょ、入れてもいいよ別に。いやでもイエラン1個下こう、別にこれでもいいしこっちでもいいな。まあ放浪者が一番強いのは間違いない。ウェンティ1個上、雰囲気作れる、崖登りね。薬術ここかな。シンプルに使いやすくて強いみたいなキャラも入れてる。イエラン軽く出るし S プラス。あ、そう、イエランは、まあ、探索、まあ、特にワイヤーで走るのめっちゃ速いし強いし、まあ、火力出るからっていうのも込みでね。あやか S、 普段使いとか込み。そうだな、まなんか割と均等なバランスに、割と均等になるぐらいにしたい。ここら辺で揃えたい。そう考えたら、うん、個人的にはこっちでいい気がするな。ジンは二突前提ね。二突してなかったら B プラスぐらいになると思う。あやかもっと上。あやかはここかここだと思うわ。あやと。あやとは、あやと別に探索有利にするこういうテンポはなんもなくない？強いて言うなら背が高いな。背が高いキャラは足の速さがちょっと速いんで。左右差つけるか。基本的にティア表っていうのは左の方がちょっと強いっていうのがあるので。あ、これでいい気がするけどな。うん。勝利先生は、背が高いだけなんだけど、インチキシールドだけでここの地位まで来てくるな、全然。これでいい気がするけどな。B プラスは、あ、普通に、ちょっと効果生きてるな、ぐらいで。ガイアの理由教えてください。ガイアは背が高いのと、ガイアはね、原神の仕様かどうかわかんないんだけど、
ガイアって足速いんですよ。背が高いキャラよりも足速かった気がする。ガイアはね、なんかわかんないけどマジで足速いねんな。なんかちょっと入れる人いる？じゃあ私とかけっこしよう。一番上ナモチマル。ガイアがね、アルハイゼンとガイアって足の速さどっちが速いやろ。私が原神始めた時のバージョン 1.0、1.1、1.2 の時はなぜかガイアだけね足がね速かってんな。なぜかね。ちょ足の速さ勝負しよう。アルハイゼンどっちも背高い組だろ。モンド城の走れ。風共鳴は発動してへんよな。大丈夫やな。ちょっとガイアの足の速さを証明したい。ナモチマル、じゃあアルハイゼンでお願いします。で、私、ウサギ伯爵置くから、ウサギ伯爵が弾けたら用意読んで、まっすぐ行こう。オッケー。空気読めるな。空気読みな。お前って本当にせっかちだな。あれ、アルハイゼンの方が足速い？あ、同速か。同速だわ。ガイアだけめっちゃ足速かってんけどな。治ったんかな。大昔のアーカイブでね、ちょっと検証しててん、足の速さ。ガイアとディルックだったらガイアの方が速かったりしてんな。バージョン 1.6 の時はね、1.6 の時になんかやった気がするな。ガイアの方がちょっと速かってんな。もう治ったんか、それ。足の速さ一緒になったのかな。じゃあちょっとこっち向きで。こっちが新衣装ならこっちも新衣装で対抗しよう。この衣装は少し懐かしいな。この衣装は少し懐かしいな。行くぜ。なかなか映えるな。ちょっとずれてたら合わせる。あ、同じだ。早っ。あ、じゃあガイアの方だけちょっと早かったのは治ったんかな。あ、同速ですね。昔ね、キャラクター2人分ぐらいはちょっとガイアの方が早かったんな。ガイア速度マックス。ガイア速度マックスは星3武器で元素爆発使わないとダメじゃなかった。これだっけ。起点三剣使って移動速度 24% 上がる。元素爆発使ったらジンでエネルギー拾ってガイアで。うわっ、これ熱いなぁ。いや、探索最強編成ありかもしんない。すっげえ快適だもん。実際足どんくらい速いの。あれ、死風原点持てないからなぁ、やっぱり。でも死風原点持ってる行子には勝てないと思うんだよね。ちょ、また一人入ってもらおうか。ちょ、俺が相場だ。オッケーオッケー。じゃあちょっと入ってもらおう。やる。死風原点モナガイアと勝負するのか。じゃあ行くよ。まあ適当に、あ、適当な方向に向かって走り出そう。ガイアいける？あ、ナイスナイスナイス。いいよ。緊張感高まってますね。あっちに向かって走ろう。風邪ひくない？あ、安定圏ね。はいはいはい。はいはい。お、安定圏のガイアと死風モナが、これ同速か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 同速臭いね。あ、そうなんだ。もう早いね結構。え、何もなかったらどうなん。私行行、何もなしの行行で行こう。ディルクにしよう。爆発使わなくていいから普通に足の速さ、純粋な足の速さがしたい。知りたい。ガイアとディルクどっちの方が足速い。身長ガイアの方が高い。馬男プリティ。あ、ガイアの方が速い。あー、そんな気するな。で、消費スタミナが減るテンプもあるもんね。あー、やっぱガイアいいな。じゃあ私はクレイとかにしよう。おい、行くぜ。はっ、ウサギ伯爵。馬男プリティダービーよ。結構な差つくでこれ。あー、距離どんどん広がる。あれ、最初ちょっと出遅れたけど、にしてもやっぱ距離ガン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 結構開いてるな。あ、やっぱガイアなんだな。馬男プリティダービーが、ディルクちょい遅いよね。確かにディルクちょい、ガイア凍結ガイア。最後行行で行くわ。こいつはどうだ。で、行行に死風限定持たせたりはしないわ。さあ、ガイアと行行どっちが足早いか行くよ。ゴー。さあ、同速で始まりました。俺が相場だ。あ、やっぱガイアの方が早いんだね。
高身長枠だけどやっぱり差がついている、差が緩やかだけど差がついている。おお、やっぱガイアなんだありがとうありがとうありがとうガイア、やっぱ強いな。ありがとうガイア、俺がアイバだはい、なんかガイア足早くデザインされてんのかもね、やっぱりさすがガイア。背が高い組は全員同じ速度になったっぽいっすね。ありがとうな、なもちまる。もうちょい検証しよう。なんか背が高いキャラいる？じゃあ、なんかのっぽなキャラと、中ぐらいの背のキャラでね、足の速さがちゃんと違うよってのを見せたい。中ぐらい、少佐なんでしょ。数興味ないよな。オッケーオッケーオッケー。これ多分ガイアの方がね、ちょっと足速いよってなる。いくぜ。頼んだわよ。原神は背が高いキャラの方がちょっとだけ有利です。修正されてたらわからんけど。いける？オッケー。ほら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 、わかる？この違い結構あるやろ、結構あるやろ。だから背が高いキャラの方が足速いんですよ。崩壊スターレイルはね、チビキャラでもね、めっちゃ足速いんだよね。ベアクロとかめっちゃ頑張って走る結構違いわかるやろ、すごいわ。もっと差がつくとしたらチビキャラっすね。マクレイとかナヒとかチビキャラはもっと足の速さがもっと差が出ます。バニホしたら、じゃあバニホでもちょっと比べるか。今度クレイでいきます。武器、指風原点ちゃうよな。大丈夫やな。大丈夫やな。オッケーオッケーオッケー。ナモチマルが走り出したら見える。どんどん離されていきます。チビキャラは、なおさら足が遅くなるので。うん、いや、ガイア早いな。いや、こういうね、結構な差が出てきちゃうよな、背の高さで。クレイとか使ってたら攻撃が避けにくかったりするのは、ちょっとそれもあるね。硬直もあるけど、うん。だからやっぱりね、でかい差ってわけじゃないけど、背が高いキャラの方が探索が有利っていう話を覚えておいてほしい。で、昔はガイアがその中でも、なぜかね、他の背が高いキャラいっぱいいてん。勝利とか、ディルクとかも背高いんだけど、なぜかガイアが一段階抜けて足早かってんな。それは、治ったんや。いつの間に治ったんやろ。知らん間にちょっと修正されてたんかもですね。じゃあちょ、バニホで比べてみるか。バニホってどうなんだろう。ナモチマルもう一回、私はちょっとレザーでバニホ結構できるので、バニホでやってみよう。うい。ちょっとこれでね、高身長キャラは探索に有利だということを、ぜひ覚えて帰ってください。あ、バニホ早い？もしかして。ええ？あ、ちょっと待って、下手。バニホってこんな速い？マジ？手加減して走ったりしない？なことないよな。よそ見しないで、ちょっとちゃんとまっすぐ走るわ。バニホ速くね？バニホ速いな。でね、初タキャラはちょっとバニホがやりやすいっす。やべえ、ガイア離していくわ。あ、ちょっと、ごめん、後ろに向こうとするとどうしてもずれちゃう。おー、早えわ。こうして考えたらやっぱりバニホ、強いな。え、バニホってすごいね。アルファイゼンでバニホやってみるか。あ、でも背が高いキャラの方がやりやすい気もするな。じゃあダブルアルファイゼンでやってみる。いや、どっちもいいよ。よいしょ。私はバニホやる。そなたは走ってくれ。あ、早え、早えか？どうなんだ？あ、早えかもしれん。あ、う、あ、ん。やっぱバニホですね。バニホ、バニホの速さはなんか共通な気もするな、この差なら。モナダッシュ、いいよ。アヤカとかでも比べようか。結構参考になるな。結構これでもね、ちょっと探索のに向いてるキャラの、で、泳ぐ組はやっぱ足速いんすよ、ほら。ほら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 。これで水面も渡れるので、そら綾香強いよねってなるわけ。綾香とかモナとか。特に綾香は地面、水面凍らせられるので、途中で休憩もできるかな。うん。移動速度の面でも、水面の探索っていう面でも、綾香とかは探索ティア高いね。イエランは？ああ、いいよ。最後放浪者、オッケー。最後放浪者やるか。いいよ。イエランやばいと思うけどな。指風原点はなしでいこうか。まあ、どっちでもいいっす。ガイアもアルハイゼも
足の速さ一緒って分かったから、どっちでもいいっすよ。なもちまるさんが走り出してから走るで、私間に合うわ。はえこれでいてクソ強くて、イエランはこの探索性能持ってて、でしかも、このスキルの高速ダッシュの間、スタミナ回復するんですよね。スタミナ回復し続けて、でしかもスキル火力高いし、爆発の連携攻撃嫌だし、最強の水元素だし、水元素って最強だし、そらやばいっていう。で、まあ、イエラン1突したらスキルの個数が2個になるから、まあ、みんなに1突したがってるんだよね。フォロシャ行くか。フォロシャ多分一番早い。けど距離的にはどうなるんだろう。死風原点じゃなくなるからな。まあまあまあ、行ってみますか。ピュン！うい。どうしようか。ウサギ伯爵が弾けたら、天へと舞うか。天へと舞う。あ、自分、隣失礼します。でも飛べる時間はやっぱり短いな。でもやっぱり空飛ぶっていう行為自体がやっぱりやばいね。放浪者に関しては。立体軌道なのがね、受けたりとかね、早いね。女性キャラもしよう。女性キャラか。どうなんだろう。背が高い女性キャラといえば、個人的には行幸のイメージがあるけど、行幸とアルハイゼンガイアとか高身長組は足の速さ一緒なのかな。女性で背が高い組。ほい。行幸背高えな。ガイアの方がちょっと高いんかな。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。ちょっと差開いてる。あ、でもほぼ誤差。でもなんかちょっと差開いてるように感じるな。でも早いね。ガイアについていけてる時点で。レザーとか、蝶様とか、中くらいの背のキャラよりは早い気がする。ちょっとは差あんのかな。九条、あ、九条が一番背高い。マジ ?90 レベルにしたんや。背高えな。背高えな。あーでもやっぱり頭 0.5 個分のぐらいの違いはある。九条すごいな。スタイルがいいわ。さあ、ほぼ同速でスタートいたしました。んー、やっぱり行幸と同じぐらいな感じするけどね。でも、張り合えてるな。結構原神、背の高さで。さあ、出るね。下駄か。あ、下駄の分ね。あ、なるほどね。確かに、下駄で持ってる説あるな。本当は行幸と同じぐらいなんかも。ちょうどいいカップルの身長。やめて、そういう情報聞きたくない。あと一人、なんか気になる速さのキャラいる？左右か。左右で転がってかたりとかか。これは左右早いと思うけどなぁ。キララ。あ、はいはいはい。キララの速さ確かにあんま検証したことなかった。キララ大体ダッシュと同じくらいかで放っちゃってたわ。キララ確かに気になるな。いけるか？なもちまる。左右は、ヤランと、あ、ヤランの方がほんのちょっと早い気がするな。左右は持続時間が長いね。左右長いね。左右長っ。あれ？長っ。イエラン、スキル2回分ぐらい一発で転がれるんや、左右。左右いいな。左右のティア上げよう。長いわ。これで風元素キャラでヒーラーも務まるなら。左右強いな。いいな、左右。転がれる時間が長い。イエラン2本分ぐらいはある。で、風元素キャラ共鳴起こせば。で、しかもヒーラーの枠になるから。最後、ヒララで。ちなみに、比較対象のガイアもね、高身長キャラとして足速いんでね。よいしょ。ちょっと事故ったか。 あらかじめ、あ、ガイアよりちょっと早い。あ、すごい、ちゃんとまっすぐ走ってくれてる。もう一回だけいい、もう一回だけいい。先にバスになっとこうとして、頼んだわよ。びっくりさせちゃったかもしれない。スタミナ回復できるかな。ガイアと同速かな。あ、ちょっとガイアの方が早い気がするな。キララのバスはあれやね。なんかダッシュと同じぐらいやね。だからキララの性能でやっぱでかいのは崖登りな気がするな。これやね。ちょっとシュールなんだよな、これ。
崖登る機会ってそんなない気がするんやけどな、個人的には。まあちょい早ぐらい。お前もサボることがある。なぼちまるさん、ありがとうございました。感謝、ありがとう、感謝、ダブルミーニング。同速だとしてもバニホが乗るから遅い。あ、確かに。そっか、比較対象の走るキャラがバニホしたらキララの方が遅くなるのか。あ、キララの一番の強みは崖登りやし、まあそれはいいんじゃないか。じゃあありがとうな、なぼちまる。結構わかりました。分かったのは、ガイアだけがマジで早かったんですけど、ディルックよりもガイアの方が早かった。明確に。1.6 ぐらいまでは。って本当にせっかちだな。まあでも今は高身長キャラは同速っぽいっすね。ということで、これも踏まえるとどうなるんだ？ちょっとティア表完成進めるか。左右上げていい気がする。S ぐらいない？ヒーラーってまずだ、そもそも探索において大事だしな。左右 S でいい気がするな。あんな長いならな。アタッカーファルザンは B プラスぐらいに入りませんか？いや。ただの風アタッカーやん。もしかしたらサイレント修正でガイアだけ早かったってのは治ったんかもな。ガイアはじゃあ、まあ、背が高くて走るスタミナ消費 20% 減っていうのが強みか。じゃあちょっと1個下げてもいいのかもな。まあ、レザーは背が中くらいだけど、まあバニホードで結局張り合えるし、スタミナ消費 20% 減少は一緒だし、まあ、鉱石掘れるし、映像悩むな。ウィンティーも悩むな。なんとここんな感じか。大体合ってる気もする。ちょっと待って、フレミネは何だった？泳ぐだけか、こいつは。ここにするか。フレミネはどういう理由？泳ぐスタミナ消費が 35% 減る。泳ぎ人権になりそう。水中で泳ぐときね。今んとこそのフレミネの固有テンプ持ってんのフレミネだけだから。もしかしたら、北斗の固有テンプもちょっと修正入るかもしれんけどな。北斗水面泳ぐときのスタミナ消費 20% 減だから。勝利レザーよりは上じゃない？確かに。勝利とレザー、探索でどっち入れるかって言われたら、走るスタミナ消費とか置いといて勝利の方が上。じゃあレザー下げとくか。いや、そう、ディオナのシールドは、でも速度上げるためにわざわざ使わないしなって思って止めてる。まあでも入れてもいい。今んとここんな感じです。S、A プラスに1人か2人ぐらい増やしてあげたい。なんか上げられるキャラいるかな？ S プラスと S のメンツはこれでいい気がするな。ココミンは入らん。ディルックも入らん。タルタリアどうですか？タルタリア入らんくね。背高いだけだ。ベンティ上げる？雰囲気作ることぐらいだな。雰囲気作るっていうのが評価上がる理由になる？あ、でも確かにな。スタミナ回復しながら上登れるもんね。上げてもいいな。アルベド。アルベド入れるならなんか入れなくてもいいキャラ入れる気がするんやけど、どうなんだろう。移動速度 10% の価値は高い気がするな。あげるか、二人。いや、でもこんなとこか。雰囲気そこまで、そう、雰囲気そこまで使わない気はするんだよね。ちょっと A プラスは高いのかなって思ったりする。左右は S プラスでもいいと思う。この配信の中で一番ティア上がってんの左右だな。ウェタンの一卒銃撃移動はちょっとめんどくさいわ。現実的じゃない。キララ A プラス。いや、キララ早くないもん。ダッシュと一緒やん。左右は水晶掘れる。確かにな。アルベドはバグで高く飛べる。あ、なんかそれ見たことあるわ。いや、あれ、木とかに引っ掛けないと無理じゃなかった。もうちょい A プラスのメンツ増やした方がいいのかな。スタミナ変ないキララ。じゃあ A には入れるか。なんか結構、まとまりよく感じる。よくね？どうっすか？薬術に指風原点ってどう？ヒーラーとしての性能は腐っちゃうな。薬術はね、めちゃくちゃレアな移動しながら回復できるキャラなんよ。あ、チーム全員をね。だから、例えばベネットは場に出てるキャラクターを回復できるけど、あれは領域の内側だけやから、移動しちゃダメやねん。探索しながら、あっち行きたいっつっても、しばらくちょっとエリアの上にいてねえやん。で、ココミンのクラゲもそうだし、ディオナムの回復もそうやな。ジンのタンポポフィールドもある意味そうか。移動しながら回復できるキャラ、輪っか作る系だと、ナナちゃんとかバーバラとかシノブとかいるけど、やっぱりね、白術のチーム全員回復、移動してもヘビが勝手に追いかけてきてくれるようがいっちゃんでかいわ。モナ低いと思う。モナはでもダッシュと水面走るだけじゃね。バトルの性能は高いわけじゃないからここぐらいが妥当じゃないか。あ、バーバラ！あ、忘れてた。バーバラは入れていい。固有テンプの、これだ。輝く季節でスタミナ消費 12% なんだよな。でもヒーラーも務まるしな。バーバラは入れていいです。これは入ります。まあでも一番下のティアかな。八重美子をもし入れるんだったらフィッシュリー入れることになるしな。八重美子別にスキル3回置かなきゃいけないから、螺旋とかだと超強いけど、探索に向いてるかって言われたらちょっと違う気がする。炎飛入んない？炎飛スタミナ 60% 減らせるよ。このティアは高い気がするけど。炎飛は下げてもいいな。炎飛下げるってなったら、この中から誰か抜くか。バトル性能入れない。バトル性能入れないんだったら、もうちょいレザーとか高くなるな。スキルで移動早い。ま、強い。はい。
スキルの移動も言われたら、まあちょっと入ってなったな。モナもっと左。確かに。モナが、円比より下はないな、さすがに。こうかな。B が長くなってんのはあんまりよろしくない。アルベド外そう。そういう話になってくるよな。功労者もっと上やろ。実際これでもいいけどな。左右は S の左かな、じゃあ。私の意見でちょっと決めていくか。リオナ外そう。いや、そう、リオナ外してもいいかなっていうラインではある。もうヒーラー務まるしな。なひなひ強いから。強くて、特産品拾える。植物系拾える。なんでカズハより左右が高いん？強さで言ったらカズハの方が上だよ。だけど左右は、移動距離がイエランの2倍ぐらいあったわ。さっき検証したけど。で、ヒーラーも務まって風共鳴もあれなら、そら、探索の性能で言ったら、カズハより上にしてもいいんじゃないかな。聴覚も取れる。そっか。鉱石も掘れる。じゃあ、ここでいい。ちょっと横に長いのは、気に食わんな。B プラスから2人ぐらい上に上げて、A から2人ぐらい上に上げて、A から1人ぐらい S に上げたい。勝利高くない。探索の性能じゃないな、これに関しては。シールドとかの、普段使いの面も入ってるけど、あと鉱石めっちゃ掘れるので、探索パーティーに勝利全然入れてもいいなとは思うので、この順位は別にいい気がするな。なんか基準がふわふわしてる気がする。本当に探索の強さだけで決めるんだったら、もっと私がっつり決めていいよ。探索の強さだけで決めるならそうだな。そうね、なんか基準がふわふわしてる気がする。円比とかも使いづらいしな。高い気がする。あ、ヒーラー上にしたい。普段使い、探索の使い勝手の良さ。アルハイゼン上げるのはわかる。でも国政はこのままだな。これはキャラの強さとして。なんかみんながなんか岩主人公を押す理由がわからんねんけど、なんでな？岩主人公ってそんな探索強かったっけ？設置物が置ける。一突効果で、震えよ！ババババ、回心率上がる。なんかあったっけ？私が知らん効果があったっけ？スキル？スキルでなんか置くだけやん。設置物、感圧板。それはもう、次は何に会える？岩元素キャラクター大体みんなそうだから、それは評価基準に入らん。このティアー表にすら入らん。これは岩主人公入りません。設置物の恩恵甘く見てね。いや、勝利アルベドの方がまだ上だろう、岩主人公入るなら。そんな崖登り使う？無限崖登りってあれでしょ？こういうとこに引っ掛けるんだったっけ？なんかあったな。いや、でも6秒に1回これは別に使わないかな。あ、すまん、画面映ってなかったわ。これは視聴者が決めるティアー表なの。ん？まあ私の中でまず大体のティアは決まってた。だけど、まあ円比の走るスタミナ消費 60% 減ったりとか、この配信やるまで忘れてたのはあるね。これでいい気がするな。これでマジでいい気がするな。うん。こんなとこじゃないですか。ほな、もう一個上。泳げる。水中渡れる。移動速度ちょっと速い。主風原点持てる。爆発で、まあサブアタッカー気味に動かせる。悩むね。悩むね。いいよ。いいか？いいのか？待って。いやー、このままでいい気がするなー。でもなんかアルハイゼン抜いてよくね、探索強い。基準がねー。いや、正直な話、ティア表作るんだったらこの上のね、3段だけでいいんだよな。これでいいか。うん。いいと思います。どうしてもこういう表を作るとなるとね、最初の上の方はビタって決まるんだけど、下の方はね、結構人によって意見分かれるというか、まあ、なーなーになっちゃうのはある。それをスクショ撮って、どっかのタイミングでツイートしよっかな。なんか直すとことかあります？なさそうですね。あ、放浪者もう一ランク上にしてもいいな。これ、でもマジで、放浪者は、探索一ちゃん強いので、皆さんぜひね、使ってください。いや、完璧だ。これなら、新しく、本店で探索する人も使っていけると思います。と、下でね、ぐだぐだ言い合ってもしゃあないっていうか、なんかティアー表作るときに結構あるんよ。意見割れたりするのが。大事なのはほんまに上の方やからね。貫突アンバー入れて。アンバー貫突ってあれだっけ？爆発使ったらチーム全員の移動速度と攻撃力が何パーだったっけな ?15?20?15 だね。爆発使ったらチーム全員の移動速度と攻撃力 15% 上がる。いや、貫突してるなら入れてもいい。ただ、まあ、まず貫突してる人が少数派だし、まあ、そのためにわざわざ爆発使うのもめんどくちゃいっちゃめんどくちゃいな。ディオナのシールド貼ってる間移動速度 10% を評価に入れないんだったら、アンバーも入らないかな。ネリベルの思う探索最強パーは、私が思う探索最強パーは、放浪者、ジン、イエラン、あと一人どうだろう。あと一人は、リシアとかロサリア入るんかな。強さ求めるなら、ヤエミコとか入れますけどね。